カメラ OK、 音 OK、 やっと OK、 用意スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、一人用ゲームシェフィー、こちらですね、1000人に達する動画ですね、ぜひですね、参考にしていただければなと思っております。では行きましょう。肝心の最初の5枚はこちらのカードです。ゲームスタートです。用意スタート。まあ、まずはですね、増やせを使って、あ、すいません、ここ、すいません、もう一回行きましょう。増やせを使って3に増やす。はい、ではどんどんサクサク行っていきたいと思います。ではですね、ここに関しては、梅を使って、3を増やしましょう。はい。わー、そうきたか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 。じゃあ、疫病を使って1を消します。はい、あ、ちょっと待って、いろいろと、はい、では行きましょう。はい、続きまして、では地に道を使って1を大量に、ゲットしましょう。はい、では次がですね、これは、もちろんメテオを使って、あ、メテオに関しては追放です。1が消えます。はい、続いて使えない、統率は使えないし、対策室じゃもったいない。使うか。じゃあ黄金の蹄を使って、1がそれぞれ1ランクアップになります。はい。はい。おし、使うか。牧羊犬を使って狼を消します。はい。暴落と霊感。霊感か。でもシェフィオン来てないからな。統率だね。統率を使って3全部消費して、10になります。はい、次、ですね、じゃあもう暴落、これ半分になるけども10だから半分にならないと。あ、マイナスカードが増えてきましたね。これ使ったらゲーム終了でしょ、これもゲーム終了でしょ。ということはこの3つだ。統率もったいないな。んじゃあ統率、効果なし捨て。はい、あー、そうか、まあいいや。じゃあ梅を10をコピー。あー、落雷か。あー、ちょっと、あー、ダメだ、これはちょっときついぞ。まあでも霊感でちょっと可能性にかけようか。持っていきたいものは、いやー、どうしよう。いやー、どうにしても無理だな、これは。これじゃないか、繁栄。いや、もうカードにかけよう。よし、では行きましょう。繁栄を使って10の下3を3枚ゲットします。はい。はい。頼むぞ。はい。まあまあまあ。いや、いいんじゃないか。よし、じゃあですね、使っちゃうか、こっち。嵐を使って、3を捨てます。3を2枚ね、2枚捨てます。はい。で、こちらですね。ここはですね、梅よかな。梅よを使いますか。梅よを使って、10を増やす。はい。押した！来た！よし！勝ちの流れが来たぞ。万能羊を対策羊に組み合わせて、シェピオンを追放。はい。で、さらに、対策羊で落雷を追放。あー、これはもう減るだけだね。落石を使って3を減る。2枚以下にする。過密を使うので10で減る。はい。では、第2ラウンド行っていきたいと思います。はい、第2ラウンド行きます。最初の5枚がこちら。はい。では行きましょう。これは、まずはですね、梅を使って10をコピーします。はい。ああ、もう来ちゃったか。対策羊。じゃあ、ちょっといらないものをまず消しちゃおうか。霊感を使って、ちょっとね、今後突然来たらやばいやつ。これだな。狼。よし。じゃあ、シャッフルします。はい。では、万能羊の効果を使って、対策羊で、まず狼を消す。はい。はい。はい。増やせを使って3を増やす。おし、統率欲しいな、統率欲しいけども、埋めようか。
じゃあまあいや、また弓矢を使って銃を増やす。はい、来た、統率来た。統率のタイミングはここかな。うん、統率を使って銃を30にランクアップ。よし、はい、いや連続いこう。暴落を使って、こちらは 半分になるので3で、さらに過密を使って2枚以下なので効果は発動しない。よし、そして、いや違う、ほら半円を使って、30のですね、下のカードの10を3枚得る。はい、あ、これも勝ったかもしれない。これ勝ったな。対策羊を使って嵐を追放します。で2枚ゲットします。黄金の蹄ですね。30以下のやつは全部レベルアップするので、10が全部30になります。よし、はい、で続きまして、邪魔なので牧羊犬を使って疫病を捨てます。でラストカード、これは統率を使います。1、2、3、30の上で100。はい、あとはもう使うだけですね。ああこれがあるのか。あ、いや、地に道を使って、とりあえず1を1、2、3、4、5、いやちょっと残しとくか、1個。よし、で続きまして落石を使って1個減らす。で梅を使って100をコピーするので、あ、違う、こっち。はいはい、こんな感じです。第2ラウンドはこんな感じになりました。では第3ラウンドいきたいと思います。よし、勝つぞ。はい、最初の5枚はこちら。はい、ではゲームスタート。ですね、こちらですとスペースがないので、統率が2枚来てるんだな。統率が2枚来てる。ちょっと邪魔なものがあるから、逆に霊感を使ってちょっとカードを減らしたい。あ、いやこれだ、もう暴落使っちゃおう。暴落に関してはですね、枚数が半分になる枚数、カードをね。はい、じゃあ暴落を使って、こうだから、まあ、3枚ですね、3枚減らします。はい、で結構空きスペースができたので、はい、ここは、あー、でもどうしようかな。これはとりあえず地に道を使って1を1枚だけもらいましょう。はい、疫病を使って2枚捨てます。はい、増やせを使って3を得ます。はい、あんま変わんないけど、まあ、落石を使って3を減らします。はい、あ、よし、じゃあ梅を使って100を増やします。はい、よし、じゃあ統率を使いまして、100が、ワンランクアップの300になります。はい、過密は効果が発動しません。はい、でこれは、あ、分かった。はい、梅を使って300をコピーで、さらに半円を使いますと、1枚使って1ランクだから、300だから、その1ランクした100が、3枚ゲット。あ、残りカードが2枚ですね。よし、これは統率、あ、いや、じゃあ万能羊を使って、統率の効果を使いましょう。で300、あ、この時点でもう、あ、まだもうちょっと足りない。はい、勝った。はい、梅を使ってで300をコピー。どうせだったら、黄金の蹄を使って30の上、100にする。統率使って、30の合わせた、あ、これ全部を使って1000。はい、勝ちました。こういう感じでギリギリですけども1000に達することができました。ぜひ皆さんも参考にしてください。監督ラブでした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。他にもこういった動画を出しております。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。カントでした。